やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。まだ書き直してないけど、ウクライナ情勢5で、ウクライナ国民とロシア国民の気持ちっていうのを占いますね。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのみにて、何月何日何時から受付するよっていうのは常に書いてますので、見てれば絶対予約取れます。取りづらくはないとも、取れるとも。はい、よろしくお願いします。さて、書き直そう。今ね、4を占ってたんだ、これを。で、これが丸5になりまして、よいしょ。丸5。はい、ロシア国民、ウクライナ国民のそれぞれの気持ちですね。はい、なんか、これもさあ、パッとこう、ロシア国民とかで Google 検索すると、ニュースが出てくるのよ。BBC ニュースとか、まあ、世界のニュースが。うん。ロシア国民はプーチン氏のこのね、決断、進行に賛否両論みたいな。OK って言ってる人もいるし、いやダメって言ってる人もいるし、二分されてんだって。だからと、もうなかなか出しづらいとは思うけど、ね、一くくりってできないよね。まあ、日本人でもさ、あるじゃない。保守層とそうでない層とか。国民って言っても、一つの国って言っても、いろんな人がいるからね。一人じゃないからね。一人の気持ちだと簡単っていうか、シンプルだけど、大勢の気持ちになるとちょっと複雑に出ちゃうかもしれないけど、とりあえず占ってみれば。ロシア国民のプーチン氏に対する気持ち、侵攻に対する気持ち、ウクライナ国民のプーチン氏に対する気持ち、侵攻に対する気持ち、どうなんだろうと見てみようと思います。ロシア国民は、の、プーチン氏に対する気持ち、肯定と振る舞い。ロシア国民のプーチン氏に対する気持ち。ねえ、これ何度も言うけど、大勢だからさ、集団だから、こう、綺麗に出るかはわかんない。ズバッと出ました。基本はでもこう、法王なんだね。尊敬とか、法王よ。寛容な人とか、法王って何かは人を導く教えるような人。先生みたいな人。ローマ教皇みたいな、教皇よ、教皇とか法王って呼ぶけどね。法王みたいな人だって思ってる。ただ、ここにね、悪魔のカードも、思慮深さとかタイミングも、こう、パッチリの人だけど、悪魔的な面もあるかな、みたいな。ああ、そうね。対策中点節制。もうちょっと、落ち着いてくれないかなっていう願望ある。これ、どうしよっか。法王と悪魔の狭間で的な感じ。法王と忍者と悪魔の狭間でって書いといた。愛しさと切なさと心強さと的な。はい。じゃあ、ロシア国民はこの、ね、ウクライナ侵攻について、軍事的に攻めちゃったことについて、どう思ってるんでしょうか？まあ、これもさ、一人一人違うと思うよ。ただね、ざっくりまとめるのは、なかなかに、難しいっていうか、まあ、無理があるっていうか、無理があることをしてるなって自分で思うけど、無理があるのを承知でちょっと見てみるわ。はい、信仰に対してどう思ってる？節制。また悪魔、タワーとか悪魔出んな。ズバッと出ました。そうね、破壊とか、こう悪魔的な欲望、を含んではいるけど、強いリーダーシップだ。これとこれでも意見が二分してるの二分かもね。うん、皇帝、我が国の皇帝、よくやったっていうか、さすが、なんかね、なんか落ち着いてらっしゃるみたいな、落ち着いてやるか？落ち着いてやるもんか、信仰ってわかんないけど、とにかく、そうよ、そんな感じ。冷静な判断で、うちの皇帝はやってくれたっていう意見と、いやいや、ダメだよっていう意見と、パーンって分かれてる気がする。そうね。やっぱ難しいな、これちょっと。じゃあ、ウクライナ国民のプーチン氏に対する気持ち。どうなの、実際。
わからないよ。私はもう全然。その遠い地でどんな感情が、ね、今までどんな感情があって、何が起きてるのかって、すいません。全く知らずに生きていますけれども。教えてください、タロットさん。ウクライナ国民のプーチン氏への気持ち。ほんと自分平和ボケしてるよなぁと思うよね。日本でこうってさ、ポケーっと。話題といえばコロナ、ね。コロナがくらいだよ。ミサイルが飛んでくる世界なんて考えたこともない。ウクライナ国民皇帝。ああ、そう。ズバッと出ました。え、結構プラスなんじゃない？ロシア国民は法王って思ってるけど、ウクライナ国民は皇帝って思ってるんだ。強いリーダーシップとか。ただ、暴走したり、気持ちがさ、ね、自制心がなかったりもするんだけど、基本、強いリーダーシップを持った強い皇帝みたいなイメージ。この部分が気持ちがこう暴走した分すると怖いけど、仲良くはしたい相手なのかもね。そんな無責任なこと言うなよってウクライナの方に言われたらどうしよう。じゃあウクライナ国民の侵攻、今回のねこの攻撃に対する気持ち、ね、これプーチンに対する気持ちと侵攻に対する気持ちはね、ロシア国民みたいに違うかもしれないし、侵攻に対してはどう思ってますか？あかん、それはあかんなのか。わかんない。我々の知らない何かがね、土台が ある中でよくやってくれたかもしれない。わかんないよ。知らないけど。そういうのはない気にしもあらずじゃん。わかんないけど。ね、現政権に本当に不満持ってたから、ね、持ってたらプーチンありがとうかもしれないし。わからん。どうなんだろう。侵攻に対して、さすがにダメか。さすがに、さすがにダメだな、これは。ズバッと出ました。さすがにあかん。それは、うん。女帝の逆だね。これさ、ここに穀物がいっぱいあるんだ、麦が。ね。豊かさ、実り、優しさの象徴みたいなカード、お母さんみたいな。それが逆向いてるね。さすがにちょっと、プーチン氏、今回のは、あかんのじゃないさすがにわがままだったかな、身勝手だったかなみたいな気持ちかな、戦車の客また出たね、気持ちとかちょっと行動が暴走してるぜって、この運命のはなんだろうね。タイミングが合ってるって言ってんの。でもタイミングとしては何かこうな動か何かするにはタイミングとして間違ってはないけど、まあ、こう方法としては違ったかな。ダメって言ってるかな。はい、ということで出揃いました。基本的にプーチン氏はロシア国民からもウクライナ国民からも法皇帝ってそれぞれ思われてるから、リーダーシップとか人をこう引っ張っていく力としては多分認められてるんだよ。ロシア国民のこのね、忍者と悪魔みたいな、何かしらこの陰で陰謀的なことしてそうだなこの人みたいなのは思われてるね。ウクライナ国民からよく思われてんだと思って、本来はね。うん。で、侵攻に対してはやっぱロシアはね、二分、節制プラス皇帝。これは良いリーダーシップだって言ってる人と、これはあかん、悪魔とタワーだって言ってる人、二分されてると思う。で、ウクライナ国民は、女帝の逆、これはわがままだよって、わがまま5万、ね、ただのこのプライドの高い、めめしい行動だよみたいな。もうちょっと皇帝らしく振る舞ってよみたいな。正しいリーダーシップを発揮して、これは正しくないって言ってる。ですね。ごくごく普通の結果が出てしまった。うん、特に、まあ、ちょっと驚いたっていうか、へーと思ったのは、このウクライナ国民から皇帝っていうのが、へーって思ったくらいで、まあ、ごくごく普通の結果なしだ。はい。ということで、今後も占っていきますね、ウクライナ情勢。リクエストはまだまだ受け付けてます。コミュニティ、いつも言えない。そこで、ウクライナ情勢について占ってほしいことあったら書いてねーっていうところにぜひ書いといてください。まとめて。後で見やすいから、まとまってると。うん。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。